吉田さん、借金3000万ごときで潰れるような雑誌じゃないですよ。いや、あの時ね、同時並行して、私の所得には1円もならなかったんですけども、私のグループには20億円の債務超過、いわゆる借金があったんですよ。20億円ですよ。ね、もう何度もお話ししましたけども、山口会長名義の会社であり、山口会長の会社、まさにそこに20億の借金があって、私はそこのね、 社員だったんですよ給料は一回ももらったことないですけどでもその20億の借金はもうすでに8億円に減ってますよ10年ぐらいでつまり年間で1億円ずつ利益を出して返済してるわけなんですよすごいでしょでこの借金返済にはまず所得としての前の課税がありますからね課税を受けた上でお金を残して毎年1億円以上返済してるわけですよ じゃあこのの方法が何なのかっていうと、家賃収益ですよ。もうお話ししましたけどもまっさらな土地の上に店舗を建ててもらってそしてそこの家賃をいただくことによって安定して10年20年家賃収益をもらうそういうふうなねコンビニとかショッピングセンターに対する土地取引がうまくいって私の交渉でうまくいってザックザック儲かってるわけですよだからどうしてもこの3000万の借金がどうにもならなかった場合は山口会長にお話ししてね ちょっとと。は給料くださいよと、ね、もうやりませんよ私みたいなことを、ね、言おうかなと思ってたんですけどもたまたまネットに出会ったんでその奥の手は使わずに山口会長には一生の貸しをつけたまま今に至るわけなんですよねさあそういうことでねやっぱりいろんな方法ですん、ね、で,で私はね自分自身100万200万はまだ借金じゃないなと思う感覚が今でもあります で、1000万、2000万になってきても、別にね、まあ、普通の男一匹、住宅ローン組んで返してる人が山ほどいると思うと、いや、俺にできないわけないだろうと思ってるんですよ。まあ、ある意味、突き上がってるわけですよね。でも、この気の持ちようは逆に作用すると、あ,あ、もうダメかもしれない。もう、手遅れかもしれない。相談も、もしかしたらできないかもしれない。親に泣きついたところで、気まずいしな、みたいなことでね、追い詰められて、徐々に、 もうう人生やめちゃかかなとかねまた片っぽでは「無敵の人」って言って最後にやりたいようにやらしてもらうぜみたいな感じでもう欲望のまま犯罪に走ったりとかねあるかもしれませんよね。で人間はいつか死ぬわけなんですよねそれは自殺を選ばなくても向こうから死ってのはやってきてくれるんで私はもし死んでしまおうと思うんだったら「よしじゃあもう100年間ほっとこう」と「もうその日暮らしでいいや」 どうせ100年以内に死ぬよみたいなこんなね気持ちで1分1秒を焦って自分を死に追いやろうっていうそこまでのねエネルギーはないんですよねむしろ堂々とと生き抜いてやろうかなともしこのまんま稼げないし頼る人もいなくってでも自分から死なないとしたらどのぐらいまで生き延びれるかなとそしてどんな人の出会いがあってどういうふうに 誰かかが自分を気にに、に留めててて助けてくれるかなってことに逆にね、興味が出てきてなんかそのロールプレイングゲームみたいにいろんな人との出会いとかね別れの中で自分の人生がどこまで落ちぶれるのか落ちぶれるとしたら加速をつけてもっともっと落ちぶれるためにどうすればいいのかとかねその中でも喜びやるのか楽しみやるのかとかまさにそういうねなんか別の好奇心が出てきそうですよねまあ焼けっぱちと言ってもいいんですけどもうんただやっぱりある意味ふざけてるんですよねそういう意味で言うと。 だから自ら命を絶つ方っていうのは良くも悪くも真剣に生きて真面目に考えてそしてそういう道を選ぶんですよね私はね死ぬぐらいだったら生き抜いてやるぞと生き恥をさらしてやると思ってるわけなんですよでこういう言葉がありますあの死んで取れる責任なんてないっていうね責任を取るなら生きさらばえて恥をさらして徹底的に叩かれながらそれに耐え抜いていくことどんなに惨めでも うん、貧乏でもね汚れててもいいから生き抜いていくことによってなんか責任を取れるんじゃないかなと思うんですよ、うん、だからまあねこれは死にに夢中打つような言葉になりますけども死っていうのは責任の放棄なんじゃないかなと思うんですよだから私は生き抜いてやろうかなと思いますねまあもちろんそう考えない方もいらっしゃるんでこの世の中はいろんな形でできてるんでしょうしねただな悔しいじゃないですか何かねインチキ臭いことをやってる人が 賄賂とかね、裏金とかやってる人がのうのうと生き延びていて真剣に1分1秒1円10円を大切にして人に迷惑をかけないようにと思って真剣に真面目に考えてる人がそうやった道を選んでしまうのは悔しいんでね負けてたまるかと思いまますよねうん、まあそんな気持ちですかね、うん、負けず嫌いなんですね基本的にねやっぱりねこの野郎とか思うわけですよ、うん、それこそうん本当にねあのー、私の考えとしてはね ネネットビジネス真面目にやって駄目だったら詐欺で訴えてで裁判で勝ってね100万でも200万でもぶん取ってやろうとネオフィルズからそのぐらいの野心だったんですよね死なばもろともではないですけども何を踏み台にしても生き延びてやるっていう気持ちは今でも変わらないですかねはいそれでは以上でございます